それでは、臨時の記者会見を始めさせていただきます。市民の皆様にお知らせをいたします。本日新たに4名の新型コロナウイルス感染症の患者の方が確認をされました。まず107例目となります新型コロナウイルス感染症の患者の方ですが、この方は北区にお住まいの20歳代の男性です。職業は自衛隊員です。この方は同僚である本市90例目および91例目の濃厚接触者として本日 PCR 検査を行った結果、13時55分に陽性と確認をされました。発症日は8月3日と考えておりますが、現在詳細は確認中です。現在の症状ですが、無症状で医師の疎通は可能です。感染症指定医療機関への入院については現在調整を行っているところです。基礎疾患はございません。発症前の行動歴等についてはご本人の意向により非公表ですが、8月3日から本日まで北熊本駐屯地内の寮で生活をされておられまして、外出はされていません。また過去1ヶ月の海外渡航歴、県外への移動歴はありません。なお7月16日から21日まで被災地への災害派遣業務のため芦北にて通信業務に従事をされておりますが、この際に住民との接触はないということです。その他接触者については現在調査中です。感染経路は90例目および91例目の方の濃厚接触者というふうに考えております。次に108例目となる患者の方ですが、この方は北区にお住まいの30歳代の男性です。職業は同じく自衛隊員です。陽性確認に至るまでの経緯ですが、症状はありませんでしたが、同僚である本市90例目の濃厚接触者として本日 PCR 検査を行いました結果、13時55分に陽性と確認をされたものです。発症日については無症状でありますことから、検体を採取した昨日8月5日となります。現在の症状は先ほど申し上げました通り無症状、医師の疎通は可能です。感染症指定医療機関への入院については現在調整中です。基礎疾患はありません。発症前の行動歴については8月3日と4日の2日間自衛隊で勤務をされ、通勤には原動機付き自転車を利用されています。8月4日帰宅後には自宅で待機をされておりまして、特に外出はされていないということです。過去1ヶ月の海外渡航歴、県外への移動歴はありません。7月18日から22日まで被災地への災害派遣業務のため芦北にて隊員への食事の提供業務に従事をされておられますが、この際住民との接触はないということを確認しています。同居のご家族はおられますが、詳細についてはご本人のご意向により非公表です。その他接触者については現在調査中です。感染経路はこの方は90例目の方の濃厚接触者ということになります。その他報道資料に掲載されている内容以外については分かり次第改めてお知らせをさせていただきます。なお本日防衛省からもこの後報道発表があるというふうに伺っております。次に109例目と110例目の方については速報としてお知らせをいたします。本市109例目の感染者の方は中央区にお住まいの70歳代の女性です。本市98例目の方の濃厚接触者です。また本市110例目の感染者の方は西区にお住まいの40歳代の女性です。本市62例目の方の濃厚接触者となります。
詳細については現在保健所にて調査を行っておりまして、明日事務方の方からお知らせをいたします。まあ、つまり今日発表させていただいた、現在のところ発表させていただいた4名については、すべてリンクあり、感染経路はありということで考えているところです。まあ、昨日本市において1日で最多となります12名の感染者の方が確認をされておりまして、また本日も新たに4名の方がすでに感染しているということが確認をされました。全国的にも感染の拡大が広がっている中でですね、熊本市としてもこの最高段階であるリスクレベルをレベル4特別警報とさせていただいておりますけれども、もうこれだけの広がりがあるということでありますので、リンクがある方が感染確認ということでありますけれども、ぜひですね、これまで以上に感染防止対策にですね、市民の皆様どうか万全を期していただきたいというふうにお願いをいたします。私の方からは以上です。患者の熊西新聞です。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。自衛隊員のお二人なんですけれども、はい、確認ですが、所属はいずれも北熊本駐屯地ということで、はい、はい、と、それと90例目、91例目の方と、この方、この新しいお二人というのは、はい、量が同じという、107例目の方は量が一緒です。で、108例目の方は、ご自宅で、いらっしゃるということですので、そこが違うところです。自宅から、自衛隊の方に通われている。で、107例目の方は、寮に入っておられたということで、で、濃厚接触者を、PCR 検査をしていたところ、感染が確認をされたということです。昨日なんか同じ部屋、なんか7、8人ぐらい一緒に、はい、同じ部屋ということだったんですけど、この107例目は、90、91例目と同じ部屋、同じその寮の部屋ということで、調べた結果、その中の一人がこうして確認をされたということです。それ以外の方は今のところ陰性ということです。はい、あとはその108例目が90例目の自衛隊の方と接触ありということなんですが、はい、どういう接触だったか。これは勤務の中で接触をされているということでありまして、寮とかそういうことではないということで伺っております。足北への災害派遣の日程をもう一度ちょっと確認したいんですけれども、はい、107例目は7月16日から21日、はい、そうです。で、108例目の方は22日までということになります。何日からですか。ですね、ごめんなさい、同じく18日からですね。はい、業務内容については107例目は、通信業務、そうですね、はい、もう少し具体的になんか、いや、そこまでしか分かっていません。それから、ですか、通信ですか、いろいろな部隊との連絡をされているので、おそらく、直接そういった被災者との接触はないということであります。それから108例目の方については、食事の提供をされていたということで伺っています。はい、108例目の方も住民の方との接触はないということで確認をしています。はい、患者の共同写真です。90例目、91例目の方が熊本市内の飲食店で飲食をされている。で、いずれも飲食、その90、91が飲食された後に、こちらの108、107例目の方が微熱症状ありとか症状なしとなって、その後陽性となっているということですけれども、足北でその何かしらその感染したとかそういうのではなくて、熊本市内に帰った後で、熊本市の飲食店で感染して、で、駐屯地内で感染したという見方をされているのでしょうか。
まあ、そこは今あの調査中ではありますけれども、おそらくこの行動履歴等を見ますと、飲食店もしくは駐屯地内ということが可能性としては高いというふうに保健所としては今見ているということです。ありがとうございます。他社さん、お願いします。はい、よろしいですか。はい、じゃあどうぞ。あ、すみません、あの北熊本駐屯地の自衛隊員がこれであの3名の方なんですけど、はい、どれぐらいの数を自衛隊員の方、北熊本駐屯地の方の検査をなさっているか分かりますか。検査自体の数は大体分かります。本日で12名でございまして、あの90、91例の方、この本日2名の方に関連するのはマイク使って12人調査なさって3人感染であって、13人調査して12回3人感染いやいや、そうじゃないですよね。だから90例目91例目の濃厚接触者を12人、確認をしてお一人出てきたということですね、はい、残りの11人の方は陰性だったということです、はい、それとも昨日の未就学児の方と、はい、10歳未満の人の方、はい、小学生か、ああ未就学かと、あ、それは まだあれだったんですかね。それはもう未就学児でいいんだよね。相手方と研修やり取りいたしましたが、10歳未満の女性でお願いしたいということでございます。でまあ、そうなった場合、園か小学校かどちらかだと思うんですけど、うん、まあ、2つ別の学校か園かと思うんですが、はい、そちらについて あの検査はもう終わっているのか、はい、もう皆さん陰性だったのか教えていただきます、はい、じゃあそこは答えてください。ご了承でございますが、現在ですね、医療機関と、市の方で双方まだ検査中でございます。まだ陰性かどうかは全部分かってないと思うんですね。ただその、まあお子さんが、まあ、通われていたところに関しては、今、検査をしていますので、まあ、それが出れば、まあ、そこで感染が広がっているかどうかということについてはまたお知らせができるかと思いますが、今のところは、まだ出ていないということであります。はい、はい、よろしいですかね。他にありますか。いいですか。よろしいですか。はい、じゃあいいですかね、はい、以上をしまして、はい、どうも。今まだ検査まだ民間に出しているものがまだ答え返ってきてないものがありますので、これはまた入りましたら速報でお知らせいたします。以上です。